AFP イコール時事、パリ五輪は7日、陸上男子200メートル準決勝が行われ、100メートルで金メダルを獲得した米国のノア・ライルズ、ノア・ライルズ、ワニ0秒08の2組2位で決勝に進出した。写真、レース後に、無料空女、ポーズを決めるライルズ、その他全5枚、100メートルでも決勝に残ったレツレテボゴ、レツレテボゴ、ボツワナ、 が19秒96の同組トップで準決勝を突破した。一組はケネスベドナレク、ケネスベッドネアク、米国、とアレハンデル・オガンド、アレクサンダー・オガンド、ドミニカ共和国。三組はエリオン・ナイトン、エリオン・ナイトン、米国、とジョセフ・ファンブレー、ジョセフ・ファーンバレ、リベリア、が各組2着以内で決勝に進んだ。また、ジンバブエ勢のマカナカイシェ・チャランバ、マカナカイシェ・チャランバ、 とタピワナシェマカラビー、タピワナシェマカラウが3着以下のタイム上位2人に入り決勝に進出。東京五輪金メダリストのアンドレ・ド・グラス、アンドレ・ド・グラス、カナダ、やウザワ・トヴァ、トウア・ウザワは敗退した。ライルズは得意の200メートルで世界選手権3連覇中で、今大会では100メートル、200メートル、400メートルリレーの三冠を狙っている。決勝は8日に行われる。 翻訳編集、アフプブニュース。